皆さんこんにちは、てつくりです。今日はここ JR 東日本東京駅へやってきました。今回の動画はタイトルとある通り、今日は中央線に乗っていきたいと思います。中央線の、新宿までね、中央快速線と呼ばれる路線なんですが、それについて、少し見ていこうかなと思っております。ではこの特内バスを使って中央線新宿まで行きたいと思います。丸の内北口から入っていきます。ここはみんなもう IC カードばっかですね。もちろんスイカで入ります。ちょうど今走ってるこの上を中央線が走ってることになります。もう行っちゃったかな、東京はすぐ次の電車が来るんで。さてやってきたのは中央線快速列車 E233系0 番台です。快速区間として折り返してこの電車、東京駅の中央線ホームはこの先行き止まりになっているはずなのに、こんな高速で入線するとは関西じゃ考えられないですね。もう確か前の方行くか、せっかくだし。中央快速線、ここにはもう快速しか来ないんですね。国分寺や高尾の方まで行きます。今日はこれに乗って 840T という列車番号ですが、これに乗っていきたいと思います。新宿まで行きます。で乗車していきましょう。なんでねこれね中央線乗りたかったかっていうと、あの中央線快速はなんでか知らないけど E233系に乗りますんで、 E233系0 番台を体感したいと、そういうことで乗ったわけなんですね。地下鉄で行きゃ済む話なんですが、わざわざ遠回りしたのはこのせいです。本当は渋谷まで行く予定でしたが、新宿回りにします。もう発車の時間になってもう発車するということで、やってきたのはあちら E353系と呼ばれる特急型の電車です。かっこいいな、あれはね、もう僕もね見てみたかったんですけど、見ることができました。うわ、あれ乗ってみたいけど時間の都合上乗れません、残念です。さて、ホームを出まして、東京から次は神田戸駅に停まるんですね。このシーサスクロッシングポイントというポイントがあるんですけども、向こう側には東北新幹線も見ることができます。通常アナウンスなどでは中央快速線などではなく中央線快速、正式名称でも中央線快速というようですよね。駅ナンバリングは JC01020304 の、新宿駅ですねに、行きたいと思います。東京に来てやっぱね好きなのはね、この、誰でしたっけ、このね放送の方がね一番大好きなんですよ。向こうにはねたくさんのひっきりなしに走る列車たちがいるんですけども、東京を出ると快速電車ですが、次は神田に停まります。実はこの区間中央線快速とか言ってますが、実際には東北本線という線路なんですね。東北本線が6本並んでいるわけですけど、そのうちの左側2本が中央線快速というものに割り当てられているわけです。さてもうすぐ JC02 神田駅に到着です。こちらは山手線と同じ駅ですから、山手線の中に入りまして、それからですね特内ですから特内パスでも移動することができます。向かい側からもやってきたのは快速電車です。中央線にも普通電車、各駅停車というものがありまして、そちらは後でご紹介しようと思います。中央線というのはここから始まるわけなんですね。実際にはこの神田駅の少し出たところ、こちらからですね、もう中央線という線路に入ります。ここまでは東北本線という、名前がついているんですね。別に東北に行く電車ではないですが、東北本線というのがついているんです。さて、神田駅に止まりまして、列車発車します。次ね、合流するのはお茶の水という駅まで合流しないんですけども、次がそのお茶の水駅です。
基本的に中央快速線、で運行されている列車たちはね、あの豊田車両センターとかいうところに、豊田車両基地とかにね、あのこの列車たちみんな所属しているわけなんですけど、今乗っている E233 系の0番台、先ほど見たやつですね、それと、僕今回見れなかったんですけど209系1000番台というのも走っています。209系はなかなか珍しいそうで、鉄道ファンでも大人気の車両となっているそうですが、大きく神田を出まして左に大きくカーブしていきます。 Google マップなので見たらよくわかるんですけどもね、ぐーっとね西方面に傾いてるのがわかるんですね。あのこの英語の放送のクリステル・チアリさんでしたっけ、この方はね放送とてもね聞き取りがすごいいいわけですよ。日本人が聞いてもな、あーネイティブな日本、ネイティブな英語だっていうね、あのもう教科書の人なんですよね。はい、さてそんなことも言わずにもうお茶の水駅に到着です。お茶の水というのはですね、あの地下鉄の丸の内線とも、交差しているというか乗り換え駅なんですけども、そちらはですねよくねあの鉄道写真として人気な場所がありまして、あのお茶の水の中ね交差している部分をねあの写真に収める人がね結構いるんですよ。僕の友達もねそこ行ってね写真撮ってたんですけど、まあ、この中央快速線というのは、海事、あずさだったり、あのいろんな特急がね、まあ、通っているわけですが、お茶の水というのは快速の停車駅となります。はい、お茶の水からですね、総武線、中央線の各駅停車線の車両がやってきます。あちらはですね、昔山手線で活躍していらっしゃった E231 系なんですけども、真っ黄色にね、塗られて、まさにあの岡山のような状態になっておりますが、真っ黄色といっても帯が黄色いだけですね。昔は山手線で活躍していました。そんな車両です。山形新幹線遅延とかって書いてありますが、気にしないでください。今回はあまり影響ありません。はい、ここからですね、あの右側から、一番今走っている左側の車両、線路までですね、4本になって、これから福福線というね、あの区間が始まるわけです。まあ、といっても福福線といっても各駅停車のある方と、快速のね、走っている方とっていうふうに、まあ、2形態に分かれているということですね。方向別というよりも、まあですね、あの、線路別っていうんですかね、種別であの分かれている、まあ、そういうね、場所になるわけなんですよね。右側に見える川がこちらがね神田川とかいう川でですね、この川をずっと走っていくわけです。次は四谷に停車するそうです。おおすごいね、やっぱりね東京はね都心だねってことで、右側に見えているねこちらね、なんかねハリアンのドームみたいなものがあるんですけど、こちらの壁の、ね、奥にですねホームがありまして、こちらはね各駅停車のみがね停車できるようになっていると、まあそういうわけなんですよね。秋葉原方面からやってきた電車たちがここに、まあ、到着できるわけです。水道橋駅ですね、先ほどのは。で次は飯戸橋に、到着しますとか通過しますね。向かい側からやってきたのも E233系、やっぱりね東京の顔といえるような車両ですよね。本当に10両編成でもただでさえ10両編成でも長いと感じるんですが、東京では15両のね湘南新宿ラインとかもね走っているそうなんで、もうそれは驚きでございますよ。新幹線でいうと17両編成もあるそうです。そして右側に今ねあのホームがあると思うんですけど、このホームが飯田橋駅ですねになっております。飯田橋駅というのも、快速電車は止まらないので、こういうふうに見ていただくとホームが隣接しているのがよくわかります。一応快速線というものなんで中央線なんですけども、この駅を通過という、そういう形になっているんですね。基本的に快速電車というのは東京出たら神田、お茶の水、四ツ谷、そして新宿、今回の目的地ですね。そこからですね、中野、高円寺、阿佐ヶ谷、荻窪、西荻窪かな、それが吉祥寺、三鷹とかね、泊まっていきまして、国分寺、それから国立、それから高尾とかに、ね、泊まっていくわけです。八王子も忘れてました。青梅線に、ね、直通する電車とかもありましてね、そちらの電車、立川からですね、青梅線というところに入るわけなんですね。青梅特快とか呼ばれるやつです。僕の一番好きな、あれはですね、通勤特快っていうね、名前の響きが好きなんですよね。さて、次はですね、お茶の水という駅を出まして、次は四ツ谷に泊まるわけなんですけども、四ツ谷のご紹介をしていきますと、中央線、総武線の各駅停車とですね、それからですね、東京のね、地下鉄ですね、丸の内線と南北線が乗り入れてるわけです。はい。先ほどのね、お茶の水のね、丸の内線が乗り入れたんですけど、ここから新宿まではほぼ丸の内線とね、並走する形になっていますので、まあ、なかなかね、競合路線と言っていいのでしょうか。もちろん丸の内線より早いと思いますよ。さて、放送が入りましてね。
四ツ谷に停車しますということで、ちなみに東京駅から四ツ谷までは、営業キロでいうと4キロあるそうですね。4キロというとね、もうね、関西ではね、一駅区間ぐらいなんですよね。その間にですね、1、2、3、2、ね、2つの、ね、駅が、ね、間にあって、ね、しかもお茶の水と四ツ谷の間に、ね、通過駅もあるということで、本当に過密な場所でございます。右側にまた快速電車が止まっておりますが、ここが四ツ谷駅。さて、向かい側にも総武線から普通電車ですね、各駅停車の黄色いね、昔は緑色に塗られていたやつなんですけど、黄色く塗られたやつがね、やってきましたね。こちら昔ね、11両編成とかで走ってたやつなんですけど、現在は10両にね、1両だけ減らされましてね、現在の E235 系に組み込まれたりとかもしてるんですけども、まあ、そんな感じで、向かい側にも、ね、中央快速線がやってくるというわけなんですね。すいません、おじさん映しちゃいました。四ツ谷です。だから、発車メロディーをすぐ切られまして、もう発車していくというわけです。後ろからもね、電車が来てるんで、遅延はね、絶対してはいけないと、そういうことで、もちろん、何かお客様に不祥事なんかあったときはですね、もちろん停車しないといけないんですけども、ギリギリを攻めてですね、JR 東日本も頑張ってくれてるわけでございます。次はですね、四ツ谷を出るともうですね、もう今回のね、目的であるね、新宿に到着するわけですね。もう四ツ谷駅というのは、東京都新宿区に入ります。さっきのお茶の水まで千代田区というところに入ってたんですけども、ここから新宿区と、そういうところになるんですね。四ツ谷のあたりからですね、今度ね、新宿御苑とかね、外苑とかね、国立競技場のあるあたりをですね、ずっと通っていくんですけども、その姿はね、ちょっとね、見ることができないということで、残念ながら、ね、悲しい話なんですけども、ちょっと見えるかな、見えないね、多分、うん。この間はですね、丸の内線とはね、並走とかはしないんですけども、今目的地までは着実にね、同じルートをたどっていきますのでね、新宿までは、はい。四ツ谷を出るとね、右に大きくカーブしていきましてですね、新宿方面へ到着するというわけです。さて、こちらがですね、代々木ですかね。代々木には中央線止まりません。右側にはね、東急電車がね、走っておりますが、やっぱりね、E353 系と呼ばれる特急電車ね、とってもかっこいいんですよ。とってもかっこいいよ。僕がね、推し車両でもあるね、一つの中に入ってるんですけども。まあ、そんなこんなで、間もなくですね、新宿に到着するわけです。まあ、そんなのにね、この加速度ということですよ。はい。すごいですよね。なかなかなスピード出してくれますよね。左側が総武線が普通各駅停車です。さっきのね、代々木とか言いましたけど、多分代々木じゃなかったですね。今ね、通過したのがですね、千駄ヶ谷かな、とか、そういう駅になると思います。で、次がですね、代々木ですね。代々木は、今ね、中央快速線止まりませんので、はい。普通電車だけが、ホームに隣接していると、そういう形になります。車内放送が流れましたね。聞いていただければわかると思うんですけども、たくさんの、ね、乗り換えの、ね、路線があるということで、はい、実に多いですね。本当に多いです。中央線、総武線の各駅停車、埼京線、相鉄線、直通、それからですね、湘南新宿ライン、で、先ほど言った山手線と、ここでまた合流するわけです。そして京王電鉄、京王新線、それから小田急線、小田原線、それからですね、東京メトロの、ね、丸の内線、都営地下鉄、新宿線、大江戸線というものがね、乗り入れているわけです。それ、駅長が多分日本一番多い駅とか、そんなんでしたっけね。とりあえず駅長がすごい多いということですね。ここまでですね、東京から何キロ走ってきたかというとね、大体ね、10キロぐらいなんですね。10キロぐらいの距離をですね、中央快速線というのはね、東京の真ん中をぶった切って、まあ、こう来るわけなんですよね。こちらが新宿駅です。なかなかね、スピード出してね、到着するんですよね。結構早いと思いますよ。左側にもね、山手線だったり、総武線快速だったりね、総武線普通列車ですね。総武線中央線の各駅停車のね、路線がたくさんあるわけなんですけども、新宿駅に到着です。今回はね、この辺でね、終わりたいと思います。今回の動画はですね、新宿駅までね、ただ乗ったという話なんですけども、僕が適当に、東京すごいなーって感じた部分の一つでもありますんで、ここまでね、ご視聴いただきましてありがとうございます。おー、向こうから来たぞ。あれがね、昔の山手線ですね。こちらね、黄色をね、緑にね、塗り替えたらね、またね、山手線として復帰できるんじゃないか
っていうんですけどね、残念ながら中間車1両だけいるの分取られていますので、半径状態なので、残念ながら山口線ではちょっと走れないかな、そういう話なんですよね。ということで本日もね、この動画ね、貴重なね、大切な時間をね、僕の動画に、ね、割いていただきましてありがとうございます。はい、ということで、ここからね、先ほど乗った電車は、中野、高円寺、阿佐ヶ谷、大木久保とか、そっちの三鷹とか、立川とか、そっちの方にね、発車していくわけですよ、高尾行き。すごい結構ね、割とロングランなんですよね。ビッグカメラの画面も見えますけど、高尾行き、列車発車いたします。車内発車メロディーいいですよね。ということで、ここ、新宿駅まで乗ってきました。中央線、快速です。中央線の各駅停車バージョンもあるんですけど、それはまたね、違う方から伸びてきてる路線でありまして、今回乗ったのは中央快速線、比較的停車駅が少ない速達型の快速電車です。で、こちら側の黄色い電車、総武線などが昔山手線として走っていた E231系です。はい、ということでね、ご視聴ありがとうございました。今回はね、新宿までね、乗ったという動画なんですけども、実はね、本当にね、中央線にはね、乗りたかったんです。なんでかっていうと、やっぱ E233 系なんですよね。なんで乗りたかったかって、それは東京の顔だからですよ。中央線といえば東京の中央をバーンって走るわけなんですけども、まあ中央快速線ですね。オレンジのカラーが何とも言えないんですね。ここからね、新大久保とかにもね、行きたいところなんですけども、後でね、高田の馬場でね、シャシャメレディの話とした動画もね、上がってますので、そちらの動画を見ていただければと思います。ということでね、ここまでご視聴ありがとうございました。